ウ社会タイムズです。時事ネタを扱うこのコーナーでございますが、今回取り上げるニュースはこちらです。薬物依存症ブロガー、総大卒しゃぶ太郎さん、前科密告されて退職勧奨、えー、に、えー、構成阻む負の役員ということで、えーまあ、最初に言っておきます、これ、しゃぶって出てきますけれども、この人のハンドルネーム うん、ブログタイトルかな、うん、ハンドルネームですからね、はい、なので,、えー、で、しかも今回、構成に関する話ですんで、えー、いつものようにね、しゃぶがどうした、こうしたとか、そういう話ではないので、まあ、一応あの、この放送中は便宜上、弁シャブ太郎さんのことを、太郎さんとねあの、呼ぼうかなと思っております。はい、はい、ということなんですが、これ、弁護士と特務さんのニュースでね、上がってて、話題になってたんでね、まあ、目にした人も多いと思うんですが、あの薬物依存症からの治療、 とかあの過去にその薬物関連で逮捕されたあの太郎さんがです、ね、そのことを、まあ、ブログに書いてたんですよね、でそれが、まああのえーまあ、話題というかそのことを個人を特定した人がいて、はい、現在、15年くらい働き続けている会社に、うんまあ、送りつけてきたと。そうです であのその結果退職に追い込まれそうだということがニュースになってたということですね、はい、これなんですけど、うん、あの覚醒剤辞めて、えー、6年になるで、はい、同じ会社で15年働き続けてきたと。うん、15年働き続けてその間、まあ、本人、まあ 自己証言ですけど、やってないい。と、何も。はいはい、で公正の道を歩んでいるとは、えー、たから見たら立派なんですけども、はい、あのこれってど草加から見るとどうなんですか、ね、15年同じところで働いてたらもう立派にちゃんとやめてる感じいやもう分かんないですけどまず2回逮捕されてるんですよね 1>,、うん、1回目逮捕されてでそのことをあえて会社には言わずに正月、うん、欄のない履歴書を選んでそこで雇用されて。 で雇用中に逮捕されたんですねまたね再犯してしまって、うんうん、でその時にあの、まあ、代表とかに2回目ってことを伝えなかったってこととかも結構、まあ、問題になっているんですけども、うん、それは問題になるんですかやっぱり経歴というか逮捕歴を偽るっていうあのまず経歴詐称はその犯罪ではないんですよね基本的に経歴詐称犯罪っていう人いますけど、うん、犯罪ではなくてただいくつか要件があってその例えば なんだろうなその特定の資格を、うん、まあ行政書士とかを持ってないのに持ってるって偽ってでそのことに応じて報酬をもらうとかだとそれは詐欺になるんですけども、うんはい、だけど前科とかを、まあ、言わないっていうのは一応詐欺には当たらないとされているんで、うん、あの法律的には別にこの,あの太郎さんが罰されることはないんですよねまずここが前提だけどその経歴を偽って例えばその なんだろう高卒なのに大卒っていったその、まあ、学歴的な経歴詐称であったりとかこの犯罪における経歴詐称ていうのは、うん、企業側も雇用する時の非常に重要なファクターになってくるんで経歴詐称が分かってしまえばそれを、まあ、解雇する理由にはなり得るっていう,ていうのが現状ですよね。うん 実際、草川も採用とかかやってるじゃないですか、はい、あ,のあくまでその調べるってことはほとんどないと思うんですけど、はい、あの本人の自己申告を信じるしかないですよねそういう就職に関する信じるしかないですがただうちそのサイズ社であの、はい、もう結構何度もあの新卒採用してますけど一応その名前最終選考とか残った人は Google とかで検索とかはしますね。う あのー、もう一個、ここのね、項目にあって、うん、賞罰のない、あの賞罰欄のない履歴書を選ぶっていう、はいうん、今もうね、うんあの、オンラインで送られてくることもあるけれども、うん、賞罰欄のない履歴書っていうのも実際あるじゃないですか。むしろ増えてきてるんじゃないですかね、うん、今。あれ、実、過去、草川もいっぱい面接してると思うけど、賞罰欄のその、はい、賞のところは、いやー、いないと思いますし、うん、実際、その、私の周りでも。 なんだろうなこのやっぱ前科を持っている人の再雇用を応援するような活動をしていたりする人とかも結構いるし、うん、むしろその刑務所の中でも、うん、釈前あの外のシャバに出る前の教育とかの中であの親父さんとかにやっぱりそう言うと雇用できないかされないからあのわざわざ言わなくていいんじゃないかってアドバイスがされているっていうのが、うん、この日本の、まあ、犯罪者の再雇用の、うん。 現状ではありますよね結構曖昧さの中で成り立っているところはありますよね。はい、あの、叩けば誇りが出る人なんてみんな結構いるだろう的な感じの発想の人もいるし、あの、言わなければ聞かれないんだから、それでいいじゃないかっていう人もいるし、うんはい、人それぞれの立ち位置によってね、違うけど、うん、前にこういう話をした時に、その賞罰欄のなんてそんな見たことないよ、嘘だよみたいなこと書かれたことがあって、えー なんか言われたかなそうそう書かれたらしいみたいな話を僕が最近聞いたことがあったんですが、うん、あの履歴書自体がさだからそのあるものないものが存在しているっていう時点ですごく曖昧じゃないですか。まバラバラですよね。うんはい。実際僕あの賞罰欄とかあの自分であのー、作ってた。 履歴書とかを出力してそれに書いてたこともあったんですけどだから面倒くさいからつけたりもしなかったんですもんね、うんうん、で問題はそこもあります、それはそうです、ね、解雇とかに当たるような民間企業とかを含だまで含めてやっぱ解雇の要件に当たる可能性は今回の場合でも経歴詐称でもなくてあえて言わなかったから詐称、はいはい、になってなかったんですよ、うん、隠していったってことですね。うんうん はい、どっちかっていうと。まあ、ただその、あのー、15年間真面目に働いてきた ちょっとその問題は起こしたとしても逮捕があったとしてもこの件が今回このニュースになった、えー、大きな理由のところ、ね、見出し読むと会社に届いた密告メール差し出しには不明ということで、うんえー、この太郎さんのブログを読んだ何者かが2022年の3月30日に会社に2度目の逮捕が初犯ではないことを密告するメール会社の代表アドレスのほか複数の会社の送信フォームに 送ってきたということで、えー、誰かがこうこの太郎さんをこうどういう目的か分かりませんけど正確なところは、はい、とにかくこの太郎さんが嘘をついていると、うん、いうことを許すなということをこう送ってきたわけです、ね、そのようですね。はい、でそのの非難していいる内容というのが 本来ならば、御社は社員の犯罪を自ら公表し、世間に謝罪し、問題社員に責任を取らせ、えー、事件の再発を防ぐべく、具体的な対策を講じるのが筋。同社は企業の社会的責任をどのように考えているだろうかなど、会社に謝罪を要求し、責任を問う言葉が綴られていたということなんですよ。うん これどうなんですかねいやーちょっとむちゃくちゃなこと言ってるなと思いますけどでも今の世の中的にはこっちが正しいと思う人もいるかもしれないいやただここまずその何ていうんですかね、うん、この前科をわざわざ公表しなければいけないっていう会社の義務はまずないですよね、はい、そもそもねで世間に何を謝罪するのかもわからないし、うん、事件の再発を防ぐっていうのはこれはだから事件だっけこれんこれ事件だっけ <laughs> これじどう,いうといやっこれ事件の再,か再発を防ぐべくってこれこの出来事自体が事件なのかっていう話にこれはだからまあ。 使そっちじゃなくてこの,そのなんていうの,この,いあの言わなかったとかあのそういうこの一連の流れのことを俺は指してると思ったんだけどああそれだとしたら事件じゃないですよね一番最初に言いましたけどか、うん、だからでもこのメールの書き方からするとこの一連の行動自体こういう、はあ、経過自体が事件だからそれを公表しるって言ってるわけですよ、ねまあ、いやだからまあ送ってきた人はこの文面を見る限り、うん、そり法律には詳しくないからと思いますね結構曖昧 形だし、もしこれあの例えば名誉毀損になると、うん、名誉毀損って真実であったとしても公益性公共性真実性の3つの要素で争われることが多いんで結構これは送り主自体もあの逆にあの民事訴訟を受けるような可能性はあるなと思うぐらいなんで、うんうん、まあこの太郎さんのことを、まあ、何かしらで憎んでいたりとかするのか、うん、まあ このちょっと話題になって見て、まあ、それも同じですかねあのうらやましく思って送ったのかみたいな結構そんな動機な気はしますね。うーん、なんかね非常に幼い意見のような気がします僕は。ううん、そうですね。うんだってその今現在の世の中を照らし合わせてですよ。あの 前科がある人を、うん、あの雇用するっていうのはあの、どこでも起こりうることでして、うん、その人があの過去にしたことはしたことだけれども、でも働き続けなきゃいけなくて、人生は続いていくわけで、その人があの働く。 場がね取り上げていくとか追い詰めていくことで何かいいことが生まれるかって僕は何もないとは思いまして、はい、どうしても一定数犯罪者はもう許さないっていう人はいるのは分かりますでも許す許さないじゃなくて雇用の場とかそういうのをこういう形で、あのー、追い詰めたりするのはちょっとさすがに違うのではとは思いますね。うん だから、似た例で言うと、まあ、私の友人で、まあ、元ヤクザの人間がいて辞、うん、めてでその反社の条項のないところでなんとか正義を持って働いてたんですよね、うん、だけど結構今って警察もヤクザの情報が取りにくいから、うん、あの友人から情報を引っ張りたくて結構起訴できなかった案件で逮捕したんですよ。うん、でそのことで過去のここととで、過去がやっっぱりバレてしまって、しま、うん、職場に で、まあ、解雇になりました今回の太郎さんと似てる状況はあるんですけどでそれについても彼はやっぱりその警察に「やめろやめろ」って言われてでまあやめたとでも仕事もね職業あっせんとかもしっかりしてくれなくてなんとか自分で見つけた仕事で真面目に働いてたんですよでもそれをそういうような形で警察にまた取り上げられちゃってもう邪魔ばっかするんだよねっつって結構嘆いててまだやっぱヤクザには戻ってないし頑張ってますけど そうやって新しい仕事を奪うことでやっぱまた違う犯罪にやってしまったりっていう可能性も結構あるんで、うん、やっぱいろんな場所であのこういった出来事ですよね前科を持っている人の雇用が、まあ、いろいろなものによって奪われて逆に路頭に迷ってしまうっていう状況はねあのすごくあるのかなと思います。ちょっとこう僕 あのね、偉そうに、うん、僕らが偉そうに言うことではないのかもしれないですけれども、はいあのー、過去に罪を犯した後その真面目に生きている人もいるんだということが届かないというのは非常にこう、ね、切ないというかあの残念だなというか、うん、あのどっちかというと我々はこういうのを知ってほしいと思ってやっているわけですよね。そのことがね、うん、なんか今回のこの事件は非常に事件じゃないこの件は、はい、あの非常に、あのー、ある意味 うん、せ切ないというか、うん、僕は重く響きました今頑張ってる人をどういう目的かわからないですけどこう,こういう攻撃の仕方っていうのは非常にしかもフリーメールで全部送って自分がねあの誰かもわからない状態であの送りってるわけじゃないですか。うん でそれはさすがにフェアじゃないフェアっていうかあのフェアにしろってことじゃないですよ、うんうん、でもちょっとこのやり方は普通に陰湿で,、ねうん、ですね陰湿、うん、ですねただこの結末としてですよあの太郎さんは あの弁護士に相談したところあの民事訴訟を起こしても、えー、弁護士費用すらまかれられるか分からない程度に慰謝料しか手に入らないと聞きましたと慰謝、えー、料を受け取るだけではなくメールの送りにして卑劣な行為であることを認めさせたかったのですが資金を準備できず泣き寝入りするしかないと思っていますとということなんですよ、はいでまあ、さらにその後、うん、まあこのニュースを見て多賀さん自身がいろんなコメントを出していて、はい、やっぱあの特定をやめることにしましたと、うん、で多分この資金の問題もあったと思うんですけど、まあ、前向きな発想 そううでではないいためですっていう結構これはポジティブで偉いいなと思いましたねで結果的にまあこの会社に対してはあの代表とかはある程度残ってもらうみたいな感じの話もあったようなんですけどもやっぱ全体送信をされたことでやっぱそのまあ役員たちですかね全員に見られてやっぱそうなると退職はもう避けられなかったということで一応本人のツイッターでは。 6月の20日頃までは働くとで扱いとして8月の20日までは在籍という扱いにしてくれるという結構会社的にやっぱ、うん、多分温情を持った扱いをしてくれて、うん、で本人はやっぱ、まあ、これからね頑張ってあの新しい仕事を見つけるっていうようなことを書かれてたんで、うん、そこはねすごい応援したいなと思いましたね。あのー、このののね書いてるコメントの中の、うん 今2022年国は日本なので善科者が善科者として生きていくことは受け止めますしかし善科者でも立派に生きていくことのできる社会を作っていく夢がありますっていうでここで高橋さんとか清原さんの名前も出てきて、うん、で彼らが立派にその土壌を作っているのではないかと思いますって書いてくれているわけじゃないですかうんなんかねそういうところなんですよねあのもっと届いてほしいというかでも これ、結構届いてるかもしれないですよ、僕らも発信してますし、届いてるかもしれない、でもたった1人ひっくり返そうとする人がいると、全部崩れちゃうんですよ、99%の人が応援して、本人もやってても、たった1人の悪意で全部崩れるっていうのは、ちょっとさすがにやり方もいいですやだから今回、しょうがないじゃないですか、こうなってしまった以上、退職になるのはしょうがないと。 でやっぱり覚醒剤をやってしまったんだったらばもう,もうそうなることも仕方がないと、うん、でみんなそうやってどんどん批判するけどでもやってしまった人はもういるわけで、うん、でその人がやっぱどうやって生きていくかってことを考えていかないとやっぱ何も変わらないんで丸、うんま、ちゃんも最初言ったけど絶対受け入れてくれない人いっぱいいるじゃないですか、はい、犯罪もうした時点でもうダメだめだ、うん、でもそれは多くの人で全然いいと思うんですけど、うん、まそうじゃないね受け入れるような人とかこの会社 増えてくるとといいいのかなと思いますよねちょっと想像してほしいんですけど今までうまくいってた仲間があの15年20年前にあの例えば覚醒剤か分からないないか犯罪してましたそれ前科がありました知った瞬間から仲間じゃなくなるのかっていうことなんですよ、うん、だって俺たちは受け入れてたのにっていう。あのでそその人うういう過去を 過去を変えられないけど今をちゃんとするために10年、15年積み重ねてきたものが過去のことは1個分かっただけでこの職場の仲間だったとしたら裏切られたと感じますかっていう話なんですよ、うん、僕は少なくとも感じないと思いますでだからこそ,その多くの人に今届いてる感じは実際ありますもんすごい優しい声やあの肯定的な意見も多いですけどただやっぱり届かない人もいるただそれ,をそれはいいんですよ届かない受け入れられないっていうことがあっても。 でもこういう攻撃の仕方をするのはさすがにちょっと陰湿ですよね,すねっていう話かな届かないと届かないと全然構いません受け入れられなくてもそれはそれでいいです、はいはい、と僕は思うんですけどね、はいまあ、でもまあちょっとねこの事件に関してはやるせないものがあるなとただ本人はね前向きにツイートを更新しているし自分も応援したいと思っているのでこの高知さんや京原さんが、うん、あの表に。 出て頑張ってる姿を見せるようにこの佐野さんもね。うねうん、だからハンドルでも変えた方がいいかもしれないですね。うんうん、逆にちょっと言いにくいかもしれないから。はい、うん。ちょっとなんか、うん。なんか高橋さんが出てくださった時に、うん、まあ僕話してたと思うんですけど、うん、あの高橋さんがロールモデルになることをね、はい、あのやってってくれるといいんじゃないですかみたいなことをあの話したと思うんです。うんはい、でまさに。 あの太郎さんにとってそういうふうに見てくれてたから何、あのー、て言うかな高橋さんやってたこともあの間違いじゃないしこのままあのぜひ行ってほしいというか関わった人たちがそうやって、えーまあ、指標になっているっていうねあのー、発信した我々としてもちょっと嬉しいことですし、はいあのー、この番組がねそういうふうな構成とか大げ、あのー、さなことは言わないですよでもなんか、あのー、皆さんのね何かこう少しでも助けになれば。 いいいんんじゃないかななかかと思っておりますなんかタイムスは時、ね、事ネタが多いんですけど時事、うんはい、ネタから掘りすぎがで、ね、きない掘り,掘りづらいこともあるんですけどでもこれに関しては、うん、本当に普段やっていることがまんまの話だったので,そうです、ね、我々の、まあ、意思表示としてはね、うん、やっぱ理解してもらえる人が増えるといいいのかなと思いますね、うんはいまあ、もちろんその理解できない人とか受け入れたくない人直接の被害者っていう,そういう経験の人とかで絶対に無理だっていう人もいるかもしれない。そ、うん、それはそれはで 仕方ないというか当然あるべき意見なのでそこを批判しようっていうことではありませんのでそこだけはちょっとねあのご理解いただければと思います。どううもありがとうございました